ノーザリーは2000年代前半に活躍したオーストラリアの競争馬コックスプレート連覇など G1.9 勝を挙げ2002-2003年オーストラリア年度代表馬に選ばれ2010年にはオーストラリア競馬名誉の殿堂入りを果たした。過去に同名の競争馬がいたことからノーザリー2と2をつけることもある。ノーザリーは1999-2000年シーズンに デビューした。初戦は3着に敗れたが、2戦目のアクアニタハンデキャップで勝利を挙げる。その後休養に入り2000、2001年シーズン11月に復帰すると4戦目の RJ ピーターズステークスで初重賞制覇。5戦目のレールウェイステークスでは G1 を勝つまでに至った。その後も重賞では負けることなしに勝ち進み、オーストラリアンカップをレコードで 圧勝、2000、2001年シーズンを終えた。休養を終えた翌、シーズン、さらに力をつけたノーザリーは、ジョン・ F ・フ・ィーハン・ステークスで、サンラインを破り、続く、G1 アンダーアウッド・ステークス、ヤルンバ・ステークスを連勝し、オーストラリア、中距離最強馬決定戦コックスプレートに挑んだ。人気は3連覇を狙う名品サンラインが一番人気、ノーザリーは、 サンラインに次ぐ3.5倍の2番人気に押され、レースではそのサラインを破り勝利を収めた。2002、2003年シーズンは3戦目のクレイグリーステークスから連勝を始め、前哨戦であるコーフィールドカップを含め4連勝で、コックスプレート連覇を目指した。この年は引退レースとして出走していた、サンラインを含め、ロンロ、グランデラ、ついでにフィールド・オブ・オマーも出走し、 コックスプレート史上最高のメンバーが集まったと言われ、レース前から盛り上がりを見せていた。レースはサンラインの逃げから始まり、ノーザリーはそれをかわすと、ディファイアーとグランデラの追撃も尻け優勝した。このシーズンは2度目のオーストラリアンカップ制覇も成し遂げ、2002-2003年シーズンの年度代表馬に選出されている。その後はコックスプレートを目標に調整されていたが、 2003年7月23日、クッケン炎を発症し、引退が発表された。だが1年半後ろ足の傷が家復帰することになる。復帰初戦ウェルターハンデキャップでは6 4 5ラムのハンデに耐え4着に入った。しかし、続くアンダーアウトステークス大敗後、クッケン炎を再発し最終的に引退が決定された。引退後は、 オークランドパークスタと似て寄席を送り、2012年5月9日に、戦通からの合併症により、15歳でその生涯を閉じた。ありがとうございます。